火の玉っていうか、ちょっと怪しげな雰囲気ですね。天然小脳です。袋に入っているもの、タブレット状なんですけど、これをハサミでこう切ってですね、小さな辺にして、でこれ発泡スチロールでこう、まあボートのつもりなんですけど、溝を作って、その小脳のかけらをここに挟むんですね。挟んだ状態、結構勢いよく進んでいくのが分かります。ボートの形とか、この噴射する場所を少し加工するとくるくるこう回るようになるんですけど、小脳の塊ですね、塊を落として、これに火をつけようと思うんですね。小脳はあの軽いので水に浮かびます。で燃えやすいんですね。でやっぱり表面張力のね、この変化によって水面をこう不規則に動くと。火の玉っていうか、ちょっと怪しげな雰囲気ですね。普通のライターよりもね、このジェット式のライターの方が火がつきやすいです。炭が溜まってくるんですけど、この小脳が進む、それを炭をかき分けてですね、進んでいく様子がわかりますね。